よろしくお願いします。新しいドア開けるためには心の宇宙放り出さなきゃ、靴ひも強く結び直して、靴を履かずに歩き出したい。今すぐ着る身、僕を壊して、不思議な気持ち連れて、このまま持ってないのはいらなかったものだよ、持ってないのはいらなかったもの、手にあるものは欲しかったもの、うまくいくのはやりたかったこと、靴を履かずに歩き出したい。今すぐ着る身、僕を壊して、不思議な気持ち連れて、このまま今すぐ着る身、僕を壊して、不思議な気持ち連れて、このまま大谷慎二さん、今日も呼んでくれてどうもありがとうございます。最後までよろしくお願いします。大谷慎二さん、ありがとうございます。2回を
夏が始まっているのに夏休み始まらない。4月10日、快晴の下北沢日曜日、ソニックユースの T シャツを着た人を2人見かけた。顔は忘れたけど、そのシャツ、今僕も着てる3人目。昼間から飲んでいる人はみんな楽しそうで、誰もが月曜日が来るのを呪ってるような笑顔。ライブの前にアキラとディスクユニオンに行って、エルビスの LP を買った。ロックンロールの血と歴史を買った380円。僕は今日何ができるんだろうと考えた。ライブの本番は出口のない感情に扉に鍵がかかって、開けられなくて閉められなくて、疲れたと、帰宅してからはテレビもつけられず動けなくなった。走り去って抜け殻になって、破片を探してしおりを挟んだ。暗闇にたどり着いた帰り道はゾンビみたいにフラ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 。記憶半数、疲れたかける230。美学に沿うのは難しい。動けなくなって、ゾンビからミイラに、昨日から明日に、過去から未来に。4月10日っていう曲でした。これはこれで終わり。4月10日、印象的な日。なんで音楽やってんだろうって思った。それから1週間、多分今日のこともなんでやってんだろうと思うと思います。まあいいや。